はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の詩集シリーズの第26弾をお送りします。で、今回はこの10問をやっていきますので、まずはここで一回動画を止めていただいて、この問題チャレンジしてみてください。で、やってもらった後に、わかんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分がこの後全部解いていきますんで、確認してもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では画面下げますのでお待ちください。ちょっと画面動きます。よいしょ。ほっ、もうちょっとか。これでいいかな。よし、じゃあやっていきましょう。で、この問題ってツイッターの方にも貼っておきますので、もし使うようだったらね、そっちの方もチェックしてみてください。じゃあまず計算、ここね、計算ミスがないようにやっていきましょう。で、まずマイナス3プラス8ですね。まあ、これはマイナス3とプラス8をくっつけると考えて、まあ、プラス8の方がでかいから、プラスの方で5と。これで OK ですね。で、2番が、カッコの前の数字を配っていきます。よいしょ。まずこの2をこことここに掛け算で配るので、4x、後ろがマイナス 2y。で、ここマイナス1があると思って、マイナス1をこいつとこいつに配ると、マイナス x プラス y となります。で、x 同士、y 同士計算することができるので、x 同士計算すると、4-1 なんで、3x。マイナス 2y とプラス y くっつけると、マイナス y。となって、これで OK。終了となります。で、次、ルートですね。で、ルートは、まず、27。これを、ほにゃららルート、ほにゃららに直します。で、27は、9×3 ですよね。で、9が3の2乗なので、3が外に出てくることができます。だから、ルート27っていうのは、3ルート3になると。で、後ろはね、このままで大丈夫。で、ルートの中が揃えば、足し算引き算することができるので、外の数字、3-6をすると、マイナス3。で、ルートの中身は変わりません。だから、マイナス3ルート3。これで終了となります。で、次が展開ですね。まあ、これ普通に展開の公式でやっちゃいましょう。だから、x の2乗。で、ここも足します。プラス5とマイナス3足すと、プラス2なんで、プラス 2x。で、最後、これ2つ、かければいいから、マイナス15。まあ、これはこれで、公式だけでね、終了です。で、次、これ因数分解しなさいってね、問題用紙に指示が書いてあるんですけど、これ慣れてないと、ちょっとペンが止まる子はもしかしたらいるかもしんないです。これ先にね、あ、いいか、説明しちゃいましょうか。これ特徴としては、まあ、B プラス8が共通なんですよね。で、おそらく学校で習うとき、まあ、丁寧な先生とかだったら、まず、B プラス8をなんか文字を使って置きなさいみたいな。まあ、例えば、ラージ X、大文字の X ね。で、置き換えなさいみたいな感じでやります。そうすると、ここがラージ X に変わるので、ここ、まず、A ラージ X になりますよね。ここ掛け算だからさ。で、マイナスの後にラージ X が来るから、こうなるんですよ。今これを書き換えるとね。で、これの因数分解っていうのは、例えば公式を使うとかではなくって、因数分解の一番の元ですね。元にある、くくり出しっていうのがあります。それは、こいつ、A ラージ X とマイナス X から共通項、同じものを前に出すんです。つまり今も見てわかるように、X を、これね、ラージ X を前に出すと。そうすると、残ったものを後ろの括弧に入れます。で、こいつからラージ X を取れば A が残る。こいつからラージ X を取ればマイナス1が残ります。これマイナス1隠れてるからね。で、こうなるでしょ。で、ラージ X を最初に置き換えちゃったんで、B プラス8自分で戻します。そうするとちゃんと括弧をつけて、B プラス8、括弧 A-1 と。いいかな。これで終了です。これ答えなの、今回は。まあ、もちろんこれ逆で、こっちでももちろん、どっちでも OK ね。で、こうやって置き換えるのが一番オーソドックスなやり方になるんですが、ちょっと時間がもったいないので、これ受験の時にやってしまうと、もちろんいいんだよ。やっても構わないんだけど、見た時に、あ、B プラス8が共通だなって、
両方入ってるでしょ。だから共通だから前に一緒に出しちゃおうって B プラス8を。だから B プラス8を先に出すと。で、残ったものを後ろの括弧に詰め込む。だからこいつを、これを取れば A が残るでしょ。これを取ればマイナス1が残るから、これで OK だよねって。って、慣れておくと時間短縮できるので、個人的にはいいかなと思います。これさっきも言ったように逆でもいいからね。これでも構わないんで。まあこのね、説明受けて、いや、私は置き換えの方がと、俺は置き換えの方がわかりやすいなって方はもちろんそうしていいです。これを強要するわけではないので。という感じ。で、次が、二次方程式解きなさいだね。で、これは、まあ3を左辺に持ってきます。基本的に、あ、もちろんそうじゃない時もあるんですけど、二次方程式、まあ中学校の時はこうやってイコール0にしちゃいましょう、基本的にはね。で、公式使って、因数分解、カッコカッコに持っていけるならいいんですけど、これ持っていけないんですよ。だから、解の公式を使います。解の公式ね。で、下が、いけるかな？あ、こっち行こうか、安全にね。x イコール 2a 分のだね。一応書こっか、今回幅あるからね。2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b の2乗マイナス 4ac です。覚えてね、解の公式よく出てくるからね。で、a がここの1、b がここの1、c がこのマイナス3を代入します。だから、2a 分の 2×1 で、2分のマイナス b。b は1なんで、マイナス1、プラスマイナス、ルート、b の2乗、1の2乗だから1、マイナス 4ac、マイナス 4×1× マイナス3です。つまり、プラス12になります。こうやってね。で、ちゃんとルートの中計算して、2分のマイナス1、プラスマイナス、ルート13、ルート13、なんか出すことできません。ほにゃららルート。言えない。ほにゃららルート。ほにゃららに直すことができないので、今回このが答えになります。もし直せるときは直してね。例えばここがルート24とかなったらちゃんと2ルート6みたいな。に直さないと罰を食らうので、気をつけてください。では、7番角度ですね。x、y 2つ。出しに行きます。で、まず x は一撃で終わります。x イコール50度。なぜかっていうと、x っていうのは、ここと、ちょっと待って、喉がしい。ごめんね。こことここをスタート地点にした円周角になってます、ここ。ここね。で、同じものないかなって探すと、同じスタート地点で円周角がもう一個ある。つまり、こことここの角度は同じになるので、すぐに50度と分かります。これで終了ね。で、y に関してなんですけど、これ多分出し方ね、もっと違うのがあると思いますが、すいません。自分のやり方紹介させてください。ちょっとね、これしか思いつかなくて、自分はね、ここを出しに行きました。ここ。で、ここと、ここって、さっきと同じで、同じです。なぜなら、スタート地点がこの2箇所。円周角。円周角なんで、2箇所同じなんですよ。で、片方出しに行こうと思って、さっき x が50度って分かったでしょ。だから、その隣のここは130度です。180から引けばいいからね。で、この三角形、ここ。見たときに、30と130、分かってるから、合わせて160度でしょ。じゃあ、残ったこの角度はって言ったら20度なんだよね。もちろんこっちも20度。で、これは、他の問題の時にも活かせるので、ぜひ覚えてほしいんですが、これ、全体のこの形。こういう形になってるよね。俺よくブーメラン型とか肘形って言うんですけど、この前ですね、ある先生が、狐型って呼んでて、おおって思ったんですけど、まあ、自分、ブーメラン型って呼ぶね。この形の特徴としては、尖った3箇所の角度を足したら、ここになります、必ず。これ覚えておくといいです。このブーメラン型は、尖った3箇所を足すと、ここになるんです。だから今、y がちょうどここにいるでしょ。で、尖ったところは、30、20、20って。
分かってるから、じゃあ全部足したらいくつって言うと、70みたいな。いう感じになります。まあ、多分ね、もっと簡単なのがある気がするんですけど、まあぜひね、このブーメラン型のも、覚えて欲しかったので、まあこんな感じで解いてみました。ではちょっと板書の関係で、ね、今度右上行きます。8番ですね。で、8番、板書にも一応書いてあるんですけど、問題ちょっと読みます。ちょっと聞いててください。鉛筆1本の値段が A 円、ノート1冊の値段が B 円です。まあ A 円と B 円と思ってください。で、ここ大事だね。鉛筆3本とノート1冊の代金を払うと300円でお釣りがもらえたんです。これを数量の関係を不等式で表しなさい。ただし値段は税込みとすると。で、このただし値段は税込みとするとかっていうのは余計なこと考えなくていいよってこと。そう、めんどくさいものは入れなくていいよみたいな風に思ってください。で、大事なのは、鉛筆3本、ノート1冊買いました。まずこれを数量書き表そうと。で、鉛筆1本が A 円、ノートが B 円って分かってるから、鉛筆3本だったら 3A でしょ。で、ノート1冊は 1B、つまり B だよね。で、両方買ってるから、足す B なんですよ、これは。これね。で、それが300円でやったらお釣りがもらえた。もう大事なことは、この 3A プラス B、つまり鉛筆3本とノート1冊の値段と、300円どっちが大きいのって話なの。お釣りがもらえたってことはどっちが大きいっていう。それさえ分かれば大丈夫。で、これは、こっちが大きいんだよね。よく考えてね。買い物した時に値段言われました。この値段です。文字入ってるから分かりにくいけど、この値段だったんです。300円出してお釣りが出てくるってことは、出した300円なんか大きくないとお釣りはもらえないよね。いい？で、もう一個大事なのは、ここにイコールが入るかどうかなんです。で、今回はイコールは入りません。なぜなら、イコールっていうのは、この値段と300円が同じ時がありますってことなの。いい？同じ値段、つまりぴったり300円で払ったらお釣りは来ないよね。なので、今回はこれ、小なりって言うんですけど、このマーク。このマークが正解。つまり、それを式に表せばいいから、3A プラス B、小なり、300と。これは数量の関係で、これが答えになります。結構ね、こういう文章から数量の関係ね、示すの苦手な方多かったりするんですけど、まあ、こうやってリアルな状態で考えるといいですね。買ったものがあると、300円出した、どっちが大きいって。お釣りもらうには出した300円だよねみたいな風に考えてください。で、9番が標本調査ですね。まず箱の中に25本の当たりがある。で、当たりが25本なんだけど全部のくじは分かりません。それを求めたいんです。で、このくじよくかき混ぜて48人が1人1回ずつ引いた。つまり48個引いたんだよね、言ってることは。そしたら当たりが2本出ました。箱の中に最初に入ってたくじの本数はおよそ何本であったと推定できるか求めなさいと。で、これ自分がよくやる方法は、求めたいの今回、最初の全部なんだよね。全部を求めたいんです。で、全部わかんないから X にしましょう。で、その時、全部が X で当たりくじが何本だっけ？25本。だったんです。で、そっからま標本調査というかね、行って、48個取り出したら当たりが2個だったの。つまり、48っていうのを全体にした時に当たりが2本しかなかったよってことを言ってるんです。全部と当たりをこうやって書く。で、これが分かったら、あと比の式やって終わり。で、どう比の式にするかっていうと、x 対25、横ですね、そのまま。イコール48対2と。あとこれ解くだけです。で、普通に、なんか外でかけてもらったらいいんですけど、これね、48対2って、ここ2で約分 OK です。約分とか割っちゃって OK。で、やると、24対1になる。そうすると、外が X になるんだよね。だから X イコール、中が 25×24 です。で、これやると、待てよ。いけるかな。600か。合ってるね。600円ね。だから600、つまり答えが、大体回答欄におよそって、もう書いてある先にね、あるんですけど、
まあ、およそ、600、ん?ポンか?あ、ポンだね。これが答えになります。標本調査はね、こんな感じで解いてみてください。で、ラストです。で、これも連立だよね。水族館の入館料、大人3人、子供2人だと4020円。大人1人、子供3人だと2600円です。大人1人、子供1人の入館料、それぞれ求めなさい。なので、まあ、求めたいものが2つありますので、大人を X 円、子供を Y 円で行きましょう。で、まず、大人3人、3X と、子供2人でやると、あ、そうだ、入館料払うと、4020円。こうなりますよね。大人3人足す子供2人で4020円。で、もう1個が、大人1人と子供3人で行くと、2600円。ってなるんで、あとこれ連立です。で、終わります。で、どうしようかな。どっち揃えてもいいんですけど、まぁ、X 揃えに行こうかな。で、これ X 揃えようと思ったら、下に3かけますよね。で、おそらく、普通にこのまま書いていくと、ちょっとこれ消しちゃうんで字汚くてごめんね。こうなって、3倍するから、QI で、2600に3かける。7800か。こうなりますよね。で、これで引き算すると思うんですけど、これ個人的な、まあ、意見だよ。もしよかったら参考にしてほしいんですけど、ちょっと自分計算ミスすることが多いなと思う方は、これひっくり返して計算してください。引き算するとき。でかい数の引き算するとき、特に4020-7800、これかなり計算ミスが出やすいです、この場所。だったら、ここで引き算するんじゃなくって、上の式を、下に持ってきてしまって、これで引き算するの。そうすれば、これ、まあ、X 消えるのは変わらないですけど、こっちも 9-2 で 7Y、プラスになるし、7800-4020 の方が計算ミスが圧倒的に少ない。で、これやると、3780かな。で、両辺 Y で割れば、あ、Y じゃねえや。7で割れば、7535、こうか。540と出ます。で、Y が出たので、あと X、まあ、下の式に入れた方が楽かな。入れると、X プラス 3×540、3620か。で、2600となるので、X イコール、これ、こっちに持ってくれば、980となります。なので、大人が先でいいかな。大人ひらがなか。大人が、980円。子供、これ入った、あ、右いけるかな。子供が、540円。これで、終了となり、あ、全然入ったね。なります。まあ、問題作った人の意図はね、わかんないですよ。自分が作ったわけじゃないですけど、これは明らかに、もう問題さ、普通に書いてる順番でやったら、みんなこの順番で式作ると思います。で、まあ、もちろん Y を揃えた場合は変わるんですけど、違うんですけど、X を揃えに行かせて、ここで計算ミス誘ってるのかなと思うんですよ。見たらね、自分はね、思うので、そこに乗らないように、危ないなと思ったら、こうやってひっくり返して計算した方が安全なので、まあ、もしよかったらね、こんな感じでやってみてください。では、今回は高校受験対策の詩集シリーズの第26弾をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。では、引き続きね、まあ、シリーズとか他のシリーズもね、撮っておりますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。